結構長い距離を走ろうと思います。みんな高山に向けてのロック練習です。一体記録5分くらいで行けたらいいかなと思いますね。もう田植えが終わってる田んぼもあります。遠くに見えるのは鹿島アルプラザ。今日は鹿島バイパス沿いを河北市方面に進んでいきたいと思います。鹿島バイパスに出ましたね。このまますぐで進みます。順調に来てますね。距離はだいたい5キロ、平均ペースは5分半くらいですかね。やっと体が動いてきました。それにしても向かい風が強くて押し戻される感じですね。現在 7.5 キロ地点ですね。ひたすら鹿島バイパスを羽咋市方面に向かって進んでます。だいたいキロ5分くらい。体もほぐれてきたんで少しペースが上がりましたね。今日は6月に開催される日田高山ウルトラマラソンの100キロ久しぶりに参加しようと思ってるんで、そのためのロング練習です。いや、青空が広がってね、風景も気持ちいいですね。とりあえず今日特に距離を考えずに進んでみようと思います。大体10キロですね。ここで羽咋市陽光寺さん前通ります。ここはあの峨山道トレイルランニング大会のスタート地点だったりゴール地点だったり、そんな場所ですね。いや、歩道を走りちょっとデコボコして走りづらいですね。ちょっとペースが上がりまして今平均だいたい5分20秒ぐらい、ちょっと早いかなと思います。とりあえず行けるとこまでこのペースでいきます。今だいたい 12.5 キロぐらいですね。ペースも5分20ぐらいをキープしてます。まもなく、大きな交差点の場所に着きますね。何分歩道が狭くて結構段差もあって気をつけて走らないと危ないです。やっぱりウルトラ出るにあたってもう歩道を走る練習しとかないと、結構波打ってたり傾斜があったり速攻があったりってね、通常のマラソン大会では考えられないようなつまずき方をしたりするので、こういうことも含めて練習です。だいたい15キロですかね。宝達清水町です。街路樹が綺麗に咲いたりして
結構気が紛れますね。ひたすらまっすぐ進んでます。ただやっぱり歩道は走りにくいですよね。ガタガタです。まあ、転ばないように気をつけたいと思います。だいたい 17.5 キロ地点ですね。だいたい時間は11時25分くらいかな。何時に出たっけ。9時過ぎに出たんで、大田区市立病院前を通ります。いや、やっぱり歩道を走るっていう練習は必要ですね。トレランまで行かないけど、やっぱりデコボコしてれば足首とか影響が出てますね。だいたい20キロ地点ですね。場所は今四季並のあたりです。ちょっと歩道が狭くてどうしようかなって感じですけど、だいたいペースは平均5分20秒ぐらいかな。太陽も出てきて暑いですね。今日の気温20度ぐらい。まあ本番はもうちょっと暑いし、湿度も高いと思うんで、これもいい練習になるかなと思います。ちょっと足の方にですね、股関節周りちょっと疲労が出てきてますね。ただあんまり5分ペースっていうのは最近走ってないんで、そのせいかなと思います。今だいたい 22.5 キロ地点ですね。平均ペースだいたい5分17ちょっと落ちましたね。歩道が広くなって走りやすくはなったんですけど、やっぱりまだ給水もエイドも取ってない影響が出てきたのか、お腹が空いてきましたね。今ちょっと下り道ですけど足が重たい。それにしても素晴らしい田園風景。まだこれからですよね、田植えって。まだ準備中のようです。今日はとりあえずノープランで始めたんですけど、まあ、体の状態からしてこのまま25キロで、方向転換して戻ろうかなと思います。ちょっと北道を折り返すのはつまらないんで、ちょっと海の方行ってみようかなと思います。海岸沿い走って帰れたらいいかなと思います。いや、寿司弁当業務スーパーが見えてきましたね。店内に入らないけど、ちょっとジュースを買って飲みたいかな。さすがに喉渇いてきました。
スーパーさんの方の自販機を使います。浜辺美波さん、綺麗な歯ですね。何飲もうかな。チルシードにしましょう。ちょっと休憩だ。淡々と走ってきた感じだな。まあもうそろそろ折り返しってことで頑張ります。こんなリラックスして走れるといいんだけどな。さて行きましょうか。なんか休憩すると足取りが重くなるよね。今25キロ地点ですね。相変わらずひたすらまっすぐな道を進んでます。辺りを見回しても田園風景が広がってるだけ。もう折り返したいんだけれど、もうちょっとこの先まで行ってからですね。できたら海沿い走って帰りたいな。ああ、体の調子は悪くないんだけど、飽きてきましたよね、このペースに。こういうところもウルトラの練習ってことになるんでしょうかね。27キロくらいかな。ちょうど金沢と白衣の交差点、T 字の交差点に差し掛かってますね。このまま右に行こうかな、左に行こうかな。海に行くにはどっちが近いのかな。ああ、遠くの方で里山街道見えますね。ちょっと右に曲がってみて、海沿い行けるか試してみましょうかね。海に向かって走ってます。多分海に行けると思うんだけど、来たことないとこだから分かんない。左は田植えが終わってる。右は小麦かな。結構伸びてますね。いやー、カントリーロードだね。なんか迷ってるようで、合ってるようで。向こう側が里山街道ですね。ゴールデンウィーク中ってことで、これから結構交通量増えてくるんですね。この下車道しかないので、
そこに書いてある自転車道で、ここを通って U ターンしていこうと思います。だいたい 28.5 か29かそれくらいですかね。どっち行こうかな。これ道の中ですね。こっちも行けるのかな。いやー、こっちはやめといた方が良さそうですね。もしかしてここは海が見えるのかもしれませんね。ああ、そうですね。ここから海が見えます。ちょっとだけ寄り道していきましょう。まだ海水浴っていう時期じゃないですけどね。いやー、海に出ましたね。いやー、波高いな。ここは全国的にも有名な車が走れる海岸、砂浜、チリ浜海岸ですね。どうしようかな。行くのは辛そうだな。シューズに砂入るのも嫌だし、いやでも気持ちいいですね。まあまあ結構迷ったんですけど、行けるだけ行ってみようと思います。千里浜海岸、いやでも気持ちがねいいですよね。波の音聞きながら、結構いろんなもの落ちてて危ないんですけど、まあウルトラの練習という意味ではこういうのもありなんでしょうかね。気持ちいいですね。ライブで走れて距離は 30.5 くらいかな。
先は長いですけど、面白いですね、砂浜ランニングは。川ですね。靴濡らしたくないしな。仕方ない、迂回しましょう。どっか通じる道があるかもしれないし。さすがにここ 4m ぐらいあるよね。ジャンプは無理無理。結局あそこ行けなくて結構戻ってきました。とりあえずこっちの道に戻って海岸沿いを走るのはもう諦めましょう。今33キロぐらいかな。結構遠回りしちゃった。これもしかするとトータル60超えちゃうね。だいたい35キロ地点ですね。途中迷ったせいで、まあ、今浜町の市内を、市内かな、とりあえず走ってますね。とりあえず羽咋市内を目指して。陸上中って感じかな。道路が狭いんで気をつけます。そしてまた渚ドライブウェイに出ちゃった。どうしても海沿い走らせたいみたいですね。どうするかな。また行っときますかね、海沿い。違って結構人いますね。なるほど、ここから行けないんだね。まずいとこ入ってたもん。しばらく走ります。いや、 やっぱりゴールデンウィークって感じですよね。県外の方が多い。そうですね。今日は天気がいいし、結構飛ばしますね、車の下。
な、海の家やってますよ。天気中8キロぐらいですかね。見渡す限り日本海ですね。いや、景色は気持ちいいんだけど、もう体はもう悲鳴上げてますね。この厚底でこの砂浜走るのきつい。だいたい 41.5 キロぐらい。建物のところで上に道に出ようかなと思います。さてと、道に戻りましょう。ゴールまでどれくらいあるんだ。25キロくらいありそうだ。今ちょうど42キロ過ぎたところです。海の駅って感じかな。私はこれで栄養補給。43キロ地点ですね。福井市の大きな橋。遠くには海も見えますね。45キロ地点ですね。福井市山井田町、猫の目の交差点が近い。猫の目の交差点ですね。右に行けば七尾中野と方面、あと20キロぐらいかな。65ぐらいになりそうです今日。
ないと。なんでそう舐めてたね。普段30キロ走ぐらいしか1回でしないからね。猫の目。足重たい。もうすでにペースはキロ7分ほど落ちてます。今だいたい49キロぐらいかな。キロ7分ぐらいで走ったりしてるけど、かなり歩きも入ってきました。なかなかやっぱりこういう練習をやっていかないとダメだよね。フルマラソンとかと違うよね、性質が。長い時間体を動かすっていう、そういう体制値っていうか精神的な部分も含めて重ねの練習が必要ですね。今50キロぐらいですね。鹿島寺を進んでます。だいたい6分半から7分行ったり来たり。しんどいですね、かなり。とりあえずもう今時計は3時回ってるんで、なんとか4時半か5時までには終わりたいですね。53.5 キロぐらい、かなり歩く時間が長くなってきました。もう夕方ですね。その後乾いたんですけど、自販機が全然なくて、目の前の酒屋さん自販機あるかな。55キロ地点ですね。なかなか走れる時間が少なくなってきました。あとかなり夕方に、あとどれくらいかな、5キロぐらいだと思うんですけどね。なんでトータル60ぐらいかなと思います。今57キロぐらいですね。なんとか足は動いてます。やっぱりゴールが近づいてくると不思議と体が動きますね。いやー、ちょっと今日は舐めてかかっちゃったからひどい目に遭ってるな。あと多分3キロぐらいかな。頑張ります。なんとか帰ってきましたね。今だいたい59キロ地点かな。今日は家の近くからスタートしてるんで、もうここはだいたい家から1キロぐらいってとこですかね。
やっぱり乾燥するとちょうど60キロぐらいっていう感じでしょうか。まああともう1キロ走っても走らなくてもって感じで、まあ、今日はロング練習をやる予定で出かけたんですけど、コースはしっかり決めないで出ちゃって、まあ足の状態見て折り返そうと思ったんですけど、途中千里浜海岸に寄り道したことが結構足のダメージにつながったっていう感じですね。いや、まあ無事に戻ってきたんでよしとしましょう。飛騨高山の練習としてはちょっと不安が残りますけど、まあ積み重ねってことでまたどっかでやりたいなと思います。いいですね、田園風景。こっちは田植えが終わってる田んぼで、こっちはこれから植えるんでしょうね。この鏡みたいになってる田んぼ、自分的には好きなんですよね。まあ景色とか空の色とか反射してて綺麗。まあ、この道まっすぐ行けばもうゴールっていう感じです。いやー、今日一日走って疲れたっていうよりは精神的に途中から不安ですね。本番もこんな感じに60キロ過ぎ足が動いてくれるのかなっていう。じゃあまあせっかくなんで最後ぐらいは撮影しながら迎えたいなと思います。いや、スタートはキロ5分ぐらいだったんですけど、今もうキロ7分ぐらいがいっぱいいっぱいで、若干ここ登ってます。もう5時近いんで西日が真後ろなんですけど、影もね結構いい感じに長くなってます。ああ、携帯の GPS が喋ってますね。ちょうど 59.5。 本当に測ったように60キロっていう感じで、とりあえず怪我とかはしてないし、筋肉痛もまあないような、まあ、強いて言えばもも裏が張ってるかなっていう。あとはさすがに映像を撮ってないんで、今日口に入れたものはチアシードと、あと千里浜のレストランのとこで
茶家電のジュースと、あとさっき、ミニッツメイドのグレープ、まあ飲み物ばっかりで、その3本だけ。固形物は一切入れてないです。朝ごはんはバターロール4個、あとトマトジュースでした。まあ体の脂肪を落としたいっていうのもあるし、エネルギーを取らなくても体のエネルギーでどこまで持つのかっていうのを実験ですね。まあ、飛騨高山の場合は、今回みたいなほぼほぼフラットっていうわけじゃいかないので、やっぱり坂トレもしっかり入れていかないと、タイム的にはかなり伸びていくんじゃないかなと思います。一応10時間切りたいなとは思いますけど、今日の練習的にはきついですね。12時間かかってもおかしくない。ちなみに前回出た2018年は確か12時間半だったか、13時間までは行ってなかったような、行ってたかな。いや結構飛騨って何回かもリタイアしてるんで苦手なんですよね、コース的に。平均ペース7分5秒で60キロ地点。かなり後半ボロボロでした。ということで、もうすぐそこが自宅ということで、ここでフィニッシュにします。ちょうど5時のサイレンも鳴ってます。ゴール地点が墓場とか。今の状態にはぴったりかもなんて冗談一体見たりして終わりたいと思います。それではさよなら。